はい、皆様いつもアウトドアジャーニーご視聴ありがとうございます。スウェントヨタ店の高橋です。今回は、炭、バーベキューとかで使われる炭ですね。こちらの、ね、種類と燃焼の仕方と深掘りをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。バーベキューやるときに炭買われるとは思うんですけれども、実際に多分いろいろ炭の種類あるはあるんですよ。まあ、ここにあるだけでも、まあ、4種類は簡単に言うと、金額だったりとかもあって、この比較的安価帯の、本当いわゆる炭とバーベキューで炭といえばあったら多分ここ使われる方多いと思います。ただじゃあ他にもこういったちょっとお値段上がった切り炭で、さらには名前は多分皆さん知ってる備長炭ね、こうあると思うんですけれども、実際じゃあこれとかってじゃあ何が違うのっていうところで買い分けて買う方っていうのが、まあ割と少ないのかなと思います。実際のところどんなものかがいまいちわからないし、火が出ればいいよね、でしかもそんなに高い炭買ってもっていうところもあって、ここを選ぶ方多いと思います。このマングローズ炭系っていうのはまず安いで、それから火がつきやすい。ただ逆に、まあ、あのデメリットもあって、比較的灰とか煙、まあ、ここがちょっと出やすいのと、炎が出やすいっていうところが一つありますかね。あとはちょっと日持ちが他のものに比べると悪いかな。で中身が比較的不揃いで、小さいものばっかりとか大きいものばっかりとか、でかいの小さいの混在してる、ここがデメリットになるかな。ただその代わり他の炭に比べて断然に安い。で次に、まあ、黒炭って言われる、まあ、僕らのお店は切炭って言われて売ってるやつですね。クヌギとかナラとかそういう原木を500度から700度くらいで焼いているもの、マングローブ炭に比べて形がある程度揃えられているんで火力のコントロールがしやすい。それから火付きが比較的いいで、マングローブ炭に比べると煙が少ない、灰も少ないで、火持ちもマングローブに比べると、まあ、そこそこいい。よくバーベキューに慣れてる方とかはこちらを使う方が多いのかな。で最後に、まあ、最後ではないですね、この木炭系の中では最後、備長炭、樫とかの硬い木を鮮度で焼いたもの、かなり純度が高いんで火が長持ちで、それから煙が少ないで火力維持がしやすい。ただ火付きが悪いっていうのと、まあ、金額がちょっと高い。バーベキューとかでガンガン使うっていうよりかは、ユニフレームのユニセラとか、ああいった小型のコンロで小規模でじっくり楽しむっていうところに向いてるんじゃないのかなと思います。他の用途にも使われるんですけど、この叩くとすごくこう中が詰まったような音がするんで、まあ、本当密度が濃いんだなっていうのが分かりますね。であとは最後にこの2つですね、練炭とか形成炭って言われるようなもので、まあ、炭を練って形を整えたものになります。特徴としては比較的コストパフォーマンスがいいっていうところで、それからそこそこ着火がしやすくて火力が比較的長く安定して出せる。で最大の特徴は木炭と違って本当にちゃんと形が整えられているんで、火力調整がめちゃくちゃしやすいっていうところですね。で煙とかっていうのも比較的少ない方になるんで、火力コントロールをうまくやりたい方とか、特にあとこういったウェーバーなんか使う方なんかは非常に使いやすい炭になってくるかなと思います。であと同じ練炭なんですけども、このロゴスのこの炭なんかは着火剤付きになります。もう種類あるんですけどね、それも着火剤付きのものっていうのがあって、着火剤付きのいいところっていうのは火をこうバッてやるだけでバチバチバチって言って、そこからスタートします。なんでもともと着火剤がこの辺必要なんですけども、これに関しては着火剤持っていかなくてもちゃんとライターとかがあれば火をつけられるよっていうところがポイントになるんで、小さいそれこそこういうのだったらストーブというかコンロでサクッとやるには向いてるのかな、使いやすいのかなっていうような形になりますね。ではそれではね、今からね火をねつけていきたいと思います。で今回はね、前の焚き火の時じゃないんですけれども、まあ、同条件で同時進行で着火していって、まあ、ちょっとこの進行具合、火のつき方具合とかっていうのをちょっと見ていきたいと思いますのでね、早速火をつけていってみましょうか。だいたいほぼほぼ同条件になるようにはしてあります。まずはね着火剤に火をつけていきます。
着火の仕方なんですけれども、基本的には焚き火する時と同じで空気が通りやすいようにこう組んであげて、着火剤は下の火元として置いていただくような形になります。まだちょっと着火剤がゴーゴーと燃えているような感じで、この着火剤が結構長持ちするんですよね。まあ一部だいぶまあついてきたかなってものもあれば、なんかまだまだかなっていうものもあり、真ん中のあのロゴスのランタンに関してはそうですね、結構思ってたより早かったですね。 1、2分、大体でも目安としてはこのくらいこう白茶けてきたくらいに、まあそれこそ食材なんかを焼いてあげるとちょうどいいくらいですね。最初の着火でブワーってなってるところで焼いちゃうと、その着火剤の匂いがねついちゃったりするんで、食材を焼くタイミングっていうのはそのくらいになります。逆に言うと他の炭もその状態からスタートするのが望ましいです。着火剤の匂いとかもつっちゃったりするんで、火がゴーゴーと立ってる状態じゃなくて赤く火が立ってない状態でやるのが一番いいですね。ではね、今あの着火剤の方の炎も落ち着いて、時間で言うと大体10分くらい、本来であればここでじゃあっていうようなものもあれば、もうちょっとこう終わりに差し掛かっているものもあるっていう、いい感じにこう比較が今回はできたかなと思います。ただどうしても風が強かったんで、ちょっと煙の立ち方っていうのだけは比較がしにくかったかなと思います。見た通りすごく状態歴然としてて、あの例えばマングローブ炭なんかはやっぱり比較的こう火が立っている状態も見れましたし、で火のつきやすさもまあ見れたかなと思います。で、まあ、他の切り炭、それから、ウェーバーの練炭なんかもそれにからちょっと引き続くような感じで火がついてて、まだここからこうじっくりやっていくぞっていうような状態に持っていけてるかなっていうところで、まあ、思った通りの結果が出てるかなと思います。で、備長炭これなんかもこう炎を立つことはないけれども、まあ、火はついてるし、ただまだまだこれからじっくりこう燃えてくぞっていう感じ、まあ本当にロングスパンで燃えてくれるっていうのが分かったかなというような気がします。個人的になんとなく意外だったのが、僕もあまり使ったことないからっていうのもあるんですけれども、あのロゴスのこのラウンドストーブ、まあ、本当にあの思ってた以上に火のつきと、それからそのスタートの時間っていうのがめちゃくちゃ早いなと思ってびっくりしました。サクッとやるにはこれはすごくいいかもしれないですね。っていうところで、コストのことを抜きにして、僕がシーン別でこの炭を選ぶとしたら、今日は1日かけてしっかりバーベキューするぞっていう時は、火力コントロール、それから火の持ちが比較的いいこのウェーバーのランタン、それからあの切り炭、ここなんかがすごく使いやすいんじゃないかなと思います。後で継ぎ足すっていうのももちろん炭ってできるんですけれども、まあそこから火がまたねしっかり安定してくるまでにも時間かかりますし、ある程度最初から入れてしっかり火つけて長持ちさせるんであれば、この2つっていうのは火力コントロールもしやすいですし、1日何がまく使うんであればここなのかなっていう感じがします。で、逆に今日はサクッと短時間でバーベキューやって短時間で帰るぞってな時なんかは、このロースのラウンドストーブだったりとか、あとはマングローブ炭なんかは使いやすいのかなっていうような気がします。ただやっぱ火力コントロールがマングローブ炭の方に関して言うとなかなかしにくかったりとか、火が立っちゃうって特性もあるもんで、まあ、ある程度そこは踏まえた上でっていうような感じですかね。で、最後になかなかちょっとこう特徴を捉えにくいんですけれども、ミンチョタンですよね。ミンチョタンなんかはやっぱ比較的金額がやっぱ効果になってくるんで、僕だったらまあ冒頭でもお話しした通り小さなコンロで、今日は一日ちょっとこう他の料理もやりつつ、その炭火のこう良さを楽しみながら料理を楽しむっていう時にはこの備長炭っていうのはいいのかなと思います。今回は炭のね紹介と検証の動画をね撮らさせていただきましたけど、当番組ではねアウトドアやキャンプに対してのこの知識や情報なんかを、また役立つ情報なんかをね提供していきたいと思いますので、またご視聴よろしくお願いいたします。